エスパーダ投手27が5日、日本時間6日、自身の X、旧ツイッター、を更新、球団、ファンへ感謝の言葉を述べた。エスパーダは自身のユニフォーム姿の写真とともに、この機会を与えてくれた東京ヤクルトスワローズと、私を応援してくれたファンの皆さんに本当に感謝しています。これが私が言いたいことの全てです、と書き込んだ。 来日1年目だったエスパーダは今季、中継ぎで24試合に登板して0勝2敗5ホールド、防御率5、00。6月に2軍落ちしてからは登板機会がなく、9月末に帰国していた。